これうまそうじゃない。カレーみんな兄弟、ちょっと味に飽きるとこれを食べるの。じゃあ高いやん、盛られてるんちゃう。薬物やってるかのような言い方で。世界の美味しいグルメをご紹介、めぐるめ。どうも、世界を旅する取材者めぐるでございます。さあ、めぐるめ12カ国インドにやってまいりました。で、今回はちょっとですね、街ブラをしながら美味しいご飯を見つけていきたいと思います。まあ、先に言っておくとカレーを食べます。ただこれは何かしらのカレーです。どういうことかというと、インド人にカレーって伝わらないんです。我々の言うところのカレーっていうのはカレーライスですよ。こっちの人にカレーって言ってもわっ、どっちかというとそのカレーのリーフ、スパイスに使う葉っぱをカレーというそうだが、我々で言うところのカレーはカレーじゃないんです、はい、でこれを踏まえた上で何かしらのカレーを食べたい。本当に知らない街を初めて歩くんで、何に行き当たるかわからないけど、まあ、そこでちょっと見つけたものを街ブラやりながら、ちょっとね、うまいもの紹介できればなと思ったが、じゃあ行ってみましょう。これチャイアスです。もうあのこういう本当に普通の道の軒先でこういう風にチャイを売ってる。ちっちゃいカップに。だいたいこれでまあ10ハマチ？7？5? いや、もっと安かった。今までで一番安い。5は安い。安いところで大体7。スラム、ガラビ行った時もう7だったよ。ガラビより安いわ。これ最安です。ここはまあ、あのちょっとタバコ屋さんとかね、こっちの方がスパイスをなんかいろいろ食べたりとかするんだけど、俺もタバコ吸ってると思う。いや、ちょっとタバコ屋さん。これあのバーレストランって書いてありますけど、結構インドは路上でお酒飲むの基本的に厳しくて禁止なんですよ、全部で。コンビニみたいなところで売ってたりもしないんですよ。お酒を買える店っていうのは結構限られてたりとかして、まさにこういうそのレストランとかこういうとことか、あとワインショップみたいなところがあるんですけど、ワインが売ったりウイスキーが売ったりラムが売ったりとか、そういう酒屋さんみたいなのがあるんですけど、そこでしか買えない。こういうところはまあ一応飲める数少ない場所。結構レストランでもあの飲み物扱ってないところもある。日曜日なんですけど今日賑わってます。暑いっすね。でもムンバイは1月だというのに今日も28度。デリーはもうちょっと寒かったんですけど、ヒートテックがそれこそいるぐらい。ムンバイは本当割と1年を通して寒くならないと言われている場所で、エアコンなんかもあるんだけど、冷房は使うけど暖房なんかはもうめったに使わないって言われるぐらい、結構1年を通して暖かいのがムンバイ。メシアがない。あれメシアじゃん。街ブラしますとか言って1軒目で決めんなって話や。もうめぐるめはね、割と本当インスピレーションでガッと入っちゃってるけど、でもこういう感じじゃないじゃん、めぐるめは。なんか間違いなくなんか美味しいものしか出てこなさそうじゃん。めぐるめはやっぱできるだけちょっとこうね、ローカル飯を紹介したいんですよね、みんなに。あー、これこれこれ酒屋さん、こういう感じでここでお酒を買うんですよ。ちょっと後で行こうか、飯食ったら軽く一杯。ニューフェイマススイーツ&スナックスとか。Why is no? No rice? No. No tree, no rice. And kachori samosa. Kachori samosa. Okay. Okay. Yeah. Okay みたい。Okay 行こう。ほら、こういうことよ。こう。でこれが本当ご飯になればライスだし、みたいな、なんかこれがなんかサモサだったりなんかだったりみたいな感じで、要は そっちの名前で分かれるんだよ。カチョリって言ってたよな。サモサでいい。サモサはあの代表的な料理で、あの要はサモサは小麦粉の生地で包んだ。でその中になんかちょっとこうなんていろいろ具材を入れて揚げたやつ。でそれを多分ディップしてくるんだと思います。手でこれって言った方がいいのかな。What about this one? ミサ。そう、トゥーミサ。ミサって何？あ、Yes, no spicy. Okay, yeah. こいつらも OK。 大体スパイシーのって言っても、いや、入ってる。パンが出てきた、まず。あ、来た。ミサ。Yeah. 見てください。ダルーダルー。まあ、日本人から言わせればこれもカレーだと思います。ちょっとじゃあまず、これから行ってきます。豆が入ってる。うん。
ちょっとスパイシーだけど、いわゆるスパイスカレーだね。で、すごい面白いのが、なんかこう、お菓子みたいなの入ってる。サクサクしてる、これは。で、多分これをこうするってことですよね。うまそうじゃない？うん、いける。うん、うまい。普通に美味しいですね。で、口が寂しくなったらこっちの人はこのこれをね、よく食べるんですよ。どういう食べ方かわからんけど、ラッキー。わーお、これヨーグルトみたいなもん。これうまい。甘い。こっちの人はなんかしょっぱいのと甘いのが好きだね。インドはあのギネス記録にもなっている世界一甘いと言われているスイーツがあったりとか、辛いのも好きだけど、こっちの人は甘いのも大好き。意外とインドは何食ってもうまい。カレーみんな兄弟。カレーにすればまずくなりようがないから、恒例のめぐるめクイズのお時間でございます。さあ、果たしてこの味噌ワンプレートいくらでしょうか。正解は動画の最後に。俺の予想だと65ルピーいくらだと思う。55。 OK、 負けた方がおごりで。もちろん55か。いいところ刻んできたな。60で引き分けか。ちょっと味に飽きるとこれを食べるの。例えば軒先の店とかでも、なんだっけ、ハンバーガーみたいな名前、なんかサンドイッチみたいなやつがあるんですけど、それとかも駅の構内とかで売ってて、食って、でその揚げてある大量のチーズがバーって置いてあって、でそれをちょっとこう食べるみたいなの、結構こっちの人やります。結構腹いっぱいになる。残してる。取り高的にはもう一軒の店とか行くと1日で2本分取れるんでいいんですけど、めぐるでは完食スタイルを目指してますので、しっかり全部いただきたいと思います。一応これあれだな、完全ベジタリアンの店だね。ここはインドはベジタリアンの店が多いんですよ。宗教的にもだし、なんかカルチャー的にも結構そうらしい。想像以上にベジタリアンが多くて、俺が空港で行った店もショーケースが2つに分かれてて、ベジタリアンとノンベジタリアンで、ベジタリアンは日本の国旗を緑色にしたみたいなマークが書いてあるんですよ。で、ノンベジは逆に日の丸の赤いサインが書いてある。おっ、ごちそうさまでした。値段聞こうか。How much? 170。 めっちゃ高いやん。盛られてるんちゃう。トータル170。 トータル178。178。ラッシーが70やろ、マイナスの割る2だから、ミサは54。あれ、俺なってきた65です。じゃあ、させていただきます。あ、ちなみにあの、俺がもちろん最初から払うつもりだったよ。だって掛け事とかダメだから。安いな、55だから、これで70円、80円ぐらい。俺が言った通りや。のアルコールショップを皆さん案内しましょうか。インドは本当ね、全然お酒買うところないんですよ。見てもらうと分かるんですけど、なぜかワインセラー、ワインって書いてあるんですよ。インドはあの外で飲めないんで、ここで買って、で家の中とかあのパブリックの場所では飲んでいけないんで、持ち帰って家で飲むとかしなくて。キングフィッシャーとか結構インドが有名なビルなんですけど、またどっかでご紹介したいと思います。これも結構最近若者の間で流行ってるらしい。ビラ結構美味しい。これキリンが買い取って、今あのキリンのサンタ、キリンホールディングのサンタが入ってるらしい。結構美味しい。ラベルも可愛い。じゃあ次はチャイを飲みましょうか。やっぱインドに行ったらね、もうバングラに行ってからチャイのカルチャーにめちゃくちゃハマって、最近1日1杯飲まないとすごい落ち着かないんですよ、チャイ。なんなら2杯とかも飲む日もあるんですけど、今一緒にアシスタントで回ってるティーペイが、めぐるさんまた飲むんですか。薬物やってるかのような言い方で。 Hello, do you have chai? ここめっちゃ綺麗だ。 How much? 20? 大体1杯10ぐらい。結構シュガー入ってるね。甘いんですけど、ここ美味しいわ。はい、ということでインド街歩きプラスカレーご紹介しました。引き続きインド編上げていきますので、皆さんチャンネル登録。ハロー。
ナイスミーチュー。いや誰やねん、はい、引き続き、旅していろいろ世界のグルメをご紹介していきますので、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。皆さん今回も最後までご視聴ありがとうございました。今世界を回りながら取材して番組を作っているんですけれども、このめぐるめチャンネルはあくまでもサブチャン、本チャンネルはワールドリポートチャンネルというチャンネルを運営しております。もちろんこちらのサブチャンもチャンネル登録いただけると嬉しいんですけれども、ぜひワールドリポートチャンネルの方も皆さん登録よろしくお願いします。